時計、メガネアクセサリー、リコードでございます。今回は、ゼンマイ式柱時計の、あのー、ゼンマイも切れることがあります。まあ、それをちょっと、あのー、話してます。ますゼンマイ式柱時計、まあ、かなり。これ太くて、あの、がっちりしてるんですけどね。これ、左側が、一応打ち方の方ですね。打つ方のゼンマイ、右側が。あの、時計の方のゼンマイですね。 こう巻いてて、まあちょっと前に切れちゃったんですね。バチーンとはじけまして。やっぱりもう年代、まあ年数もかなり、そうですね、50年ぐらい経ってますんで、まあ少し全部錆びてましたけどね。まあ一回全部全部外して、あの、あれですね、こう錆び取って、まあ、まあ、古い油取ってですね、それっやったんですけどね。まあ巻いてみないとちょっとわかんないじゃないですよね。まあこういう年数経ってればこういうことも可能性ありますので、 まあどうかですね。まあこういう、こういう場合も取り替えなきゃならないと思いますね。まあ繋げるっいう方法もあるんでしょうけど、まあちょっと持たないですからね、やっぱりね。まあいずれにしましてもね、あのこういうことも、あのー、まあやってますので、どうかよろしくお願い申し上げます。